君が死ね多数決デスゲーム、続きからやっていきましょう。さて前回、ある程度の人物にね、あのライトを当ててきたわけですけど、カンナちゃんと銀くんかな。アリスは一回なんか灯籠使ったけどまだ話せるのかな。アリスさん、失われた記憶について話しませんか。これ以上思い出せるほど俺の記憶領域は浅くないぞ。一人では難しくても話しているうちに思い出すかも。バカな、そんなことで。いや、やってみる価値はあるか。考えてみれば誰かに打ち明けたことなんてなかったからな。会話相手が私なのは我慢してください。せいぜい気持ちよく喋れるように聞き役に徹するんだな。やるぞ。これは刑務所の中か。俺の引っかかる記憶は刑務所の中だ。あんなに過ごした空間なのに妙に曖昧でな。あの日特別なことがあったような気がするんだが、思い出すと至って普通の日なんだ。だったらやってみるしかない。うわー、もうこれ完全に緑じゃん。ちょっとあと後回しにしよう。あ、アスナロじゃない、このエンブレム。この壁の高い位置にかけられたエンブレムのようなもの、どうだろうか。その部分もう少し思い出せますか。ふん、確か、あ、そういえば確かそうだ、 AS というロゴが壁にかかったエンブレムに刻まれていた。どういうことだ、墓場の棺に刻まれたロゴと同じじゃないか。落ち着いてください。気持ちはわかりますが、今は記憶の整理に集中しましょう。ああ、そうだな。なるほど。他には端から行くと、あ、なんか手に持ってる。このアリスさんの手の部分、どうだろうか。その部分、もう少し思い出せますか。突っかかってくる気か、貴様。萎縮するだろうか。あの日の俺は刑務官と話そうとして、その時そういえば何かを手に持っていたような。確かあれは俺が起こした殺人事件の資料。俺は資料を片手に刑務官の男に詰め寄ろうとしていた。だが何かに驚いて倒れ込んだんだ。刑務官の男、やつになぜそこまで驚かされたのか。うん、一体何が。まあそれが緑だったからだよね、きっと。その人のこと、もう少し思い出せますか。貴様、いちいち因縁をつけたいようだな。あ、どうしたんですか。バカな、あいつは、あの時いた刑務官は緑だ。どういうことですか。わからん。だが俺はあいつと同じ場で、くそ、頭が変になりそうだ。俺は殺したから刑務所に入った。なのにそこで再会していただと。冷静に、今は思い出すだけ。考えちゃダメです。くっ、やべえやつだな。何人もいるのかな、これ。他には、あ、これは楽器だ。このはしごの下、どうだろうか。その部分、もう少し思い出せますか。何？そんな場所が気になるのか。そういえば何かあったような気がするが、あ、ボンゴだ。あの日の朝、誰かからの差し入れとして送られてきた。正直息を飲んだ。まさかって。
だがレコじゃなかった。くそ、あれは一体。楽器が送られてきたら考えてしまうよな。あ、これはマフラーか。この鉄格子の向こうの通路に置かれたゴミ箱、どうだろうか。その部分もう少し思い出せますか。ケチをつける気か、地動員サラ。だが確かにゴミ箱じゃなかったような気がする。あの日だけはな。そうだ、あれはマフラーだった。しかもそのマフラーは緑のものだったんだ。くそ、何なんだ。思い出すと明らかにおかしいじゃないか。暴れないでください。リラックスして深呼吸してください。何よ、珍獣のように接しないでちょうだい。そんな風に接してないのに。他にはどこかに、きっと。これは何、同意書もあるはずなんだけど、この鉄格子の部分なんだろうか。その部分もう少し思い出せますか。変なところが気になるようだな、貴様らしい。よく思い出すと何かあったような気がするが。そうだ、鎖だ。鉄格子には鎖がつながれていた。いまいましい。よく考えたらなぜ今も俺だけが鎖でつながれてるんだ。確かに。その手錠も足かせも外せないんですか。当たり前じゃないの。好きでつけてると思ったの、私が。さすがにファッションじゃないんだな。でしょうね、サラさん。他には。やっと見つけた。なんだこれ、正の字が書かれてる。この壁に貼られたポスターの下の部分どうだろうか。その部分もう少し思い出せますか。くっ、この俺に指図するのか。だが喜べ、思い出せそうだぞ。え、そうだ、正の字を書いてどれくらいの月日が経ったかカウントしてたんだ。それって毎日一画ずつ書き足していくあれですか。くくく、その通りだ。やはりこういう刑務所っぽいことも一応しておかないとな。楽しんでる。何の手がかりにもなってないな。だがこれでラストだったな。思い出した、全てを。本当の記憶はこうだったんだ。俺は自分が殺した、自分が犯した殺人事件の資料をずっと集めていた。そんなある朝、俺の元に楽器が届いたんだ。もしかしたらレコが、なんて思ってしまった。俺は刑務官に聞こうとしたんだ、送り主のことを。だが、なぜ貴様が、どうして生きている。感動の再会だね。嬉しい、アリス。ふざけるな、ここから出せ。ダメダメ、一応表では殺人事件になってるんだから。でもよかったね、君は人を殺してなんかなかったんだよ。何がよかっただね。だ、貴様のせいで家はめちゃくちゃだ。両親は殺人犯の親として生きていかなきゃいけない。それにレコは音楽活動ができなくなった。歌えないんだぞ、あんなに歌が好きだったのに。大丈夫、レコさんの方は今日も会ってケアしておいたよ。ケアしてきたよ。は？殺す。レコに何かしたら今度こそお前を。僕は戸籍上ではもう死者なんだけどな。関係あるか。でもまあちょうどいいか。実は今日君にお願い事を聞きに来たんだ。は？何を言ってやがる。こんなことになった罪滅ぼしだよ。君がある同意書を書いてくれたら望みを何でも一つ
叶えてあげる。アスナロの誓いといってね、なりたい自分にアスナロなんて意味が込められてるんだ。話の通じない野郎が、何がなりたい自分だ。すべて壊されたんだよ。貴様の人生も終わらせてやる。地獄に落ちろ。契約成立だね。同意書書いてくれる？書いてやるさ。貴様の息の根を止められるならな。俺は書いたんだ、同意書。これがアリスさんの消された記憶。礼を言う、地動員サラ。奴は許さん。俺にこの感情を思い出させてくれて。よかったのかな、これで。まあこんなもんか。これで人間人は終わりだから、この辺はどうなんだ。ダミーズの灯籠を使わせてはくれないんだよね。この腕どうにかなるかな。これを、あーでも使えはしないか。話をする。あ、手に入れたのか。よかったよかった、先に進みそう。ああ、おそらくダミーズなら付け替えができるみたいだが。しゃあねえな、貸してみろよ。いいのか。だって俺にだけ店に来てくれたんだろ。どうよ、馴染んでるんじゃね。違和感が全くないな。感触は残ってるのか。能力を使ってみてほしい。早速能力を使ってみてくれ。どうやって。そうだよな、蒸気噴射ハンドと書いてあったからにはそういうことができると思うんだが。蒸気噴射、そんなもん水分がないとできねえんじゃねえの。水分か。しゃあねえ、ついていくよ。使い道探そうぜ。おお、あともしかしたらこれも。あ、指。交番で見つけたんだ。一応パーツかもしれないしな。一本の指もついでに渡した。いらないもん押し付けてるわけじゃねえよな。まあ、そんな感じに見えるよね、完全に。あーでもこの中で水がありそうな場所ってどこ。アリスさん、なんだか気落ちしているような話をする。アリスさん、トランシーバーとボイスレコーダー、何か深く考え込んでいるみたいだ。トランシーバーは持ってるけど、口数は増えた。調子はどうですか。まあまあじゃね。まあこの辺も変わんないか。水がありそうな場所どこだ。灯籠を使わせてはくれないと。水か、水分。本当にブレーカーが落ちてるんだろうか。スイッチを押しても無反応じゃん。下の階にいる誰かが移動できないようにしたんだよ。ないなあ。でも蒸気であれ消えるのか、ワンちゃん。そうっぽいなあ。蒸気でワンちゃんあれ消えるなあ。そういえば、あ、これか。一応ドリンクサーバーも使えるらしいけど、充電するための電池を消費するらしい。ランマルに水を与えよう。ランマル、水を飲んでくれ。え、ちょ、なんだよ急に。だってこれを使ったら充電器の電池量が。いいんじゃねえの、考えがあんだろ。車だ。じゃあジンジャーエールで。わかる、ジンジャーエール分かる。あ、飛ばしちゃった。ランマルはジンジャーエールを一杯飲んだ。思ったより炭酸きっつ。
それで？これで蒸気噴射が使えるかもしれない。そうか、試すんだな。と言っても気軽に使っていいわけじゃない。使うべきタイミングが来たら試してみよう。じゃあこれを持って教室の同意書か黒く塗りつぶされた部分、どうにかして知る方法はないのかな。え、これじゃない？蒸気噴射してみる。蘭丸、蒸気噴射だ。え、おう。さあ、なんて書いてあるんでしょうか。え、これは、私は願いを叶え、アスナロへ献身することを同意します。これでアスナロって読むの？なんか名前っぽいけど人の。どういう意味だ、アスナロへ献身って。難しい感じだな。確かに難しい感じだな。小バカにすんなよ、高校生だぞ。要はアスナロに我が身を捧げるってことだろ。デスゲームで命をもてあそばれても文句は言えませんと受け取れるな。願いを一つ叶える代償にかよ。ありえねえ、俺たちはそんな文書にサインを。こんなデスゲームの招待状に。じゃあ私は？緑は私にサインするよう迫ってきた。最後の一枚、そう言いながら。ならなぜ私はここにいるんだ。同意書書いてないもんね。あ、もしも私がデスゲームを終わりにしてってお願いしたらどうなるんだ。はあ、私の命を犠牲に全てが終わるんだろうか。バカなこと考えるなよ。そんなの意味ねえじゃん。嫌だ。嫌だって可愛いな。ただの思いつき。けど、もしそれが可能なら、と。心の隙間に、ひやりと冷たい風が通ったように感じた。生きたい、死にたくないと思い続けて、ここまで来た。なのに、その正反対の気持ちに心が惹かれる。死ねば楽になる。死ねばみんなが救われる。違う、ダメだ。この気持ちは心が折れるのと変わらない。行こう、蘭丸。ここを離れなきゃ。セーブしとく？一旦セーブしておこうか。いやー、そんなんじゃでも多分みんなを助けさせてはくれないんじゃないかな。わかんないけど。どうだ？なあ、サラ。どうした？早く。俺、サラには死んでほしくねえ。蘭丸。だから、その。優勝ってどう思う？え？急に何を言い出すんだ？メープルが言ってただろ。優勝。それってどういうことだ？みんなを裏切って、そして。変なことを考えるな、蘭丸。私はみんなで脱出したいんだ。そうだよな。みんなで、全員で脱出、だ。でも、できんのか、そんなこと。蘭丸、俺さ、サラと一緒にいると、どんどん行きたいって気持ちが増していく。本気になればなるほど、死が怖くなっていって。車田を見て、気づいちまった。
今はもう死にたくないんだ。そんなのみんな同じだ。だから勝たなきゃいけないんだろう。俺一人生き残りたいならさらに手をかけるだけだ。でもそんなのできない。だけどサラ以外なら殺せる。なあサラ、優勝してくれよ。ランマル、いい加減にしろ。みんな仲間なんだ。辛いことを一緒に乗り越えてきたんだ。キュー太郎さんやアリスさんは揺れ動きながらそれでも私たちを見捨てるようなことはしなかった。銀やカンナは疑心暗鬼になる状況でも私たちを信じ勇気をくれたんだ。二度とそんなこと言わないでくれ。悪い、俺クズだな。友達の資格なんてなかったよ。つらいなあ。生きたくなればなるほど死が現実感を増す。きっと蘭丸は初め諦めていたんだ。希望を与えたのは私だけど、そんな選択は選べない。私は泣いてる場合じゃない。みんなで帰るんだ。誰も見捨てるつもりはない。蘭丸、君だってな。いやー、どうなっていくんだろうな。これでも一応優勝エンドもあるんだろうな。最終的にどうなんでしょう。ということで今回はキリがいいのでここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。バイバイ。